はい、どうもゆきです。初期能力でパワーポケ13、桜花グッドエンドと甲子園優勝を目指して今回もやっていきましょう。でもね、前回ね、呪いの人形拾っちゃったんですよ。イタチ拾っちゃったんで結構ハードモード突入してるんですけど、なんとか頑張っていきたいと思います。そうしたら桜花を手伝う。ゆき、今日は他の分校との連携のことについてお話したいのですけど。わかった、じゃあ適当な場所で。そして残念ですけど、他の分校との連携は開拓を除いては今の段階では難しいですよね。そうなのか。ええ、他の分校も不満を持っている点は同じですけど、独立しようとまで考えているところはありませんわ。確かに今はまだまだ現実味のない話だからな。今後連携していくためにも、分校が本校に打ち勝つような、そういう機運を高める必要がありますよね。例えばこの前の体育祭みたいに本校のチームを分校が倒すような、ええ、そういう時流に乗って説得すれば協力してくれる分校も出てくるかもしれませんわ。よし、じゃあそのためにも俺は野球も頑張らないとな。期待してましたよ。もうすぐ試合もありますからね。10月に試合があるんで、あー、これはやめておきましょう。ちょっとそこの試合でね、13って意外と試合ややこしいというか、下山くんはこれちょっとスルーします。試合全部勝たなきゃいけないっていうのはしんどいですよね。で、桜花ルートだと負けたらやり直し効くんですけど、根性を消費するんですよ。で、根性を持ってかれると桜花ルートはもう失敗確定しちゃうんで、やり直し実質効かないからきついですよね。で、桜花のとこ行って、じゃあ気分転換する。今日は気分転換しよう。多分夏だから海でしょ。あ、だよね。海水浴場まであと少し。夏休みといえば海だよね。ええ、そうですわね。今から楽しみだな。それもちろんね、桜花の水着姿がですよ。桜花の水着どんなのかな。やっぱりお嬢様っぽい白のワンピースとかかな。それとももっと大胆なやつとか。考えてることが口に出てますわよ。それにそんなに期待されても困りますわ。そして予想通り白のワンピースだったな。それに思った以上に顔がやらしい。これ弾道が確率で上がるんすよ。上がるかな、今回上がってほしいな。また何かやましいことを考えてますの？いや、そんなことは全くないよ。うん。いや、やましいこと考えてる顔してたよ。だったらいいんですけど。お、来た！オッケー！弾道しっかり上げていく。やっぱりね、で、煩悩にもなっていく。やっぱりね、パワーポケ13といえば弾道みたいなとこあるじゃないですか、正直ね。まあ、正直そういうところがあるんで、しっかりここでね、上げて。もうやっていくしかねえよ、俺は。そうしたら、気分転換したから桜花を手伝うにして、あら？浅井先輩から？はい、レンちゃんです。浅井先輩、結果が出たんですか？うん。結論から言うと、法的には白ね。信用についてはあなたのお父さんの承認のもと、正式に統合されたことになってる。桜花ちゃんを理事長代理にして、本校に通わせることを条件として。お父様はどうしてその条件を？それは私にもわからないけど、他の分校のほとんどは桜花ちゃんが通ってる開拓を含めて、財政難から統合に同意したところがほとんどみたい。そっちも法的に問題があるところは見つからなかったよ。そうですの。ごめんなさい、役に立たなくて。いえ、そのことが明らかになっただけでも収穫ですわ。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。新卒業生としてこれからも協力するから、いつでも連絡してきてね。ええ、これからもお願いしますわ。若干嫌がったな。法的な問題なしか。残念ですけど、別の方向から攻めなければなりませんわね。ところで俺から提案しておいて今更だけど、津波ネットからの調査って問題はないの？それは大丈夫ですわ。先輩が知り合いの警察の方に許可を取るって言ってましたから。宇月さんですね。なんだ、それなら安心だな。オッケー、まあしょうがないですね。そうしたら筋トレしつつ、もうストレッチはいいや。いや、でもストレッチしといた方がいいかな。体力上げておいた方がまあいいのか。じゃあ桜花のとこ行って、で、こうしたら、ナマーズパーク一回行って、次自宅行くか。ナマーズパーク、桜花知ってた？ここの球団は昔、ジャッジメントナマーズって名前だったんだよ。ジャッジメントです。あ、そうなんですよね。これ、ジャッジメントじゃなくて、ジャッジメントなんですよね。でも、ですわって言われるとね、黒子さん思い出しちゃいますけど。そうだった。今は大神ホッパーズと一緒になって、大神ナマーズになったんだよな。やっぱり大神の方がしっくりくるよな。日本の会社だし、呼びやすいし。あら、でも親会社は今もジャッジメントで変わりありませんわよ。あれ、そうだっけ。大神とジャッジメントが合併して津波になって、その後に名前がジャッジメントに戻ったのですわ。ややこしいな。でも親会社がどこでも野球に変わりはないし、別に気にする必要はないか。そんなことはありませんわ。親会社の意向で球団が運営されますの。選手だって無関係ではいられませんわ。まあ、それの代表格がそれこそプロペラ団ですよね。プロペラモグラーズになっちゃって、そのせいでクラガリさんとかは辞めることになっちゃったんで。勇気もプロを目指すなら今から考えておいた方がいいですわ。でもドラフトだと行く球団は選べないし、ぶっちゃけ野球ができればどこでもいいよ。前から思ってましたけど、あなたはもっと野球以外のことにも興味を持つべきですわ。大丈夫だよ。ちゃんと野球以外に興味を持ってるから桜花と一緒にここに来たんじゃないか。間違いない。だから弾道上がったんだしね。そういう意味で言ったのではありませんわ。もっと真面目に考えてください。わかってるよ。そうだ、そういえば桜花の学校だってある意味球団と一緒だよね。
え、そうですわね。私学ですから経営という意味では同じですわ。信用はともかく、多くの学校がコングロに統合したのも財政資金難が原因という話ですもの。うん、そうだよな。となると、あ、ユキ、次は私たちの番ですわ。ほら、早く乗りましょう。うん、わかった。今日のところは桜花との時間を楽しもう。これでスポンサー探し提案できるようになったので、次提案しちゃいますか。そしたら筋トレして根性を上げつつ、あ、桜花と一緒に帰る。チームワーク下がるんだよな。でもで、まあ、てか好感度足りてるから、あんまり桜花のランダムイベント来てほしくないんですよね、正直。じゃあ提案、スポンサーを探すべき。スポンサーを探す必要があると思う。ほら、大神ナマズだってお金はジャッジメントが出してるって言ってただろ。その通りですわ。経営が苦しくて合併したところも多いし、やっぱりお金の問題が解決しないと独立は難しいんじゃないかな。これ主人公のセリフだけど、桜花に吹き出しててんね。ユキの言う通りですわね。実はこれまでもいろいろ当たっては見ているのですけれど、今のところうまくいってませんわね。分校の立場では思い切った交渉が難しいのです。そうか。ただ独立の目処さえ立てば、援助してくれるところを見つけるのはそう難しくないと思いますわ。実際のスポンサー探しは私に任せてくださるかしら。分かった、任せるよ。お、満塁男、ナイス。これで、あー、収穫祭、これは桜花のイベントありますよね。ちょっと探してくれ。お前は帰ってこなくていいから、一宮は連れてきてくれよ。ダメだった、一宮は俺のものだ。桜花、やっぱりここか。ユキ、遅いですわよ。え、もう少しでフォークダンスだから呼びに来たんだけど。ユキ、ここで二人だけで踊りましょう。え、わかった、そうしよう。ん、どうしたの。こういう時は男性から誘うのが作法ですわ。そうなのか。では俺と踊ってもらえますか。え、よろしくってよ。似合うな、こういうセリフ。お前たち、チャンスメーカーナイス。いや、似合うんだけどさ、まだ付き合ってないんだよね、ここ二人。もう早く付き合っちまえよってめっちゃ思いますけどね。なぜ付き合わないこの状況で。逆におかしいだろう。絶対周りみんな早く付き合っちまえと思ってますよ。じゃあこれで桜花行って、気分転換、自宅、これで一通りの提案が終わるかな。まあ入ってよ。 お邪魔します。親はまだ帰ってこないし、そんなに固くならなくて大丈夫だから。それ固くなるやつ。そんなこと言われたら余計に緊張しますわ。そうだ。だったらテレビでもエッチなの映っちゃうんだよね。〇〇製薬のジャッジメントグループ入りの交渉ですが、不祥事疑惑により製薬側が不利な状況になっており、よかった、普通のニュースだった。こういう時なぜか教育上良くないものがたまたま映ったりするんだよな。 Oh yes! みたいなね。大変ですわね。知ってる会社なの。 いえ、そういうわけじゃないのですけど、こういった良くない問題がニュースになるとイメージダウンは避けられませんもの。私も信用を預かる身として、こういうことにならないよう気をつけなければなりませんわ。コングロ側が嘘の情報をでっち上げる可能性もありますし。なるほど、よかった、どうやら落ち着いてくれたみたいだ。やっぱり桜花は信用のことを考えている時が一番だよな。ん、そして、それじゃあまた明日。いろいろお話してたらすっかり遅くなってしまいましたわ。それではごきげんよう。ん、待てよ、桜花はコングロからでっち上げられるかもって言ってたけど、桜花と信用って読みにくいんすよね。信用も桜の字入るしさ、桜花も桜入るから、一瞬パッと見てどっちだろうってたまに思っちゃうんすよね。逆に今の状態をマスコミに暴露すれば、独立に有利に働かないかな。よし、今度桜花に聞いてみよう。マスコミに現状を暴露を提案できるようになりました。これで暴露系提案系は一通りかな。さあ、でこっから試合なんですけど、まあ、さっきも言った通り、パワポケ13って基本試合負けらんないんですよ。一番最初の海底戦ぐらいなんですよね、負けられるっていうか、負けていいやつで。おな、うすぎた、お前すぎたるな、お前バカ、過ぎた過ぎた、バカ。もうお前パワーアップしたやんけ、過ぎた。そうなんないようにパワーアップしてんだよ。一歩下がればよかったな、これゲッツー取れたな。そうなんないようにしたのに、マジか。いや、んで、ちょっと待って、あ、飛べばよかった、今取れるかと思ったわ、普通に。てか、下手に飛ぶとさ、通り過ぎちゃうことあるから、最近飛ぶの怖いんですよね。いいんじゃない、過ぎた、オッケー、ナイス、よし、ファースト。よしよしよしよ、ぶね。オッケー、ここ無失点で乗り切れたのはでかい。で、パワーパケ13って基本的に負けても、ある程度の試合だったら根性ゲージを使ってもう一回再試合っていうことができるんですけど、桜花ルートは根性ゲージを使って再試合しようとすると根性足んなくなっちゃって結局バッドエンドっていうパターンが多々あるので、それができないんですよね。なんでかなり正直厳しいんですよ。まあ、一試合も負けられないっていうのがかなりきつい、まあ、縛りじゃないですけど厳しいですよね。で、仲間評価も低いから仲間の能力も低いさ、うわー、おうつ。
その分主人公頑張んなきゃいけないんだけど、こいつねえこんなんだからさ弾道さんでパワー G ってなんだよ。逆に困るだろこんなん。ミート打ちの方がいいのか。でもパワー G でミート打ちとか飛ばないよね。一回ミートでやってみるか。どんぐらい飛ぶんだろう。あ、割と内野抜けるぐらいならこれいいかもしれない。パワー G 弾道さんっていうわけわかんないスタイルありかもな。あいつえ、ちょっと勇気だけミート打ちで、あと強振でいってみようかな。13は別になんかゲームバランス取れてるんで、強振でもミート打ちでもどっちでもいいイメージはあるんですけど、12は圧倒的にミート打ちがいいし、11は僕は強振がいいなとは思ってるんですけど、まあいや、ここであと3人抑えてサクサクっと終わらせてやりたいですね。正直次が海底戦なんで、海底戦終わったらモジャ、うんつうんつうモジャのナンパに行きたいんですよね。でもここで点を取られるとまずいから、これ気をつけなければいけない。ちょっと待って、コントロールが乱れてきたよ。雨崎くん大丈夫かい。ここでしっかりと入れていく。オッケー、入れていく。でここでストレートを差し込んでいく。ナイスナイスナイス、雨崎ナイス。さああと2人ですね。ここでゲッツーとか取っちゃってね、サクサクって終わらせられたら非常に気持ちいい展開なんですけど、まあそうは問屋が下ろしてくれないのかな。どうなのかな。スカイは結構強い印象あるんだよね。ちょっと待って、入んない。なんで俺別にそんなギリギリ狙ってねえよ。コントロールガバガバやん。ガバガバに来やんお前。あーこれゲッツー無理だな。ファーストだけで。オッケー、これでツーアウト。あと1人。ちょっとアメザキコントロール頑張ってくれ。ちょっとここはなんとか粘って、あー外してしまった。フォーク、おい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 、やばいやばい、1点持ってかれた。ちょっと待って待って、同点にされたんだけど。ちょっと待ってよー、ちょやめてくれよ本当に。大丈夫か。過ぎた、ナイス過ぎた、ナイス過ぎた、これは過ぎた、ナイス。まあでも2、3、4番で、まあ、ミスターうんこがいることを考えたらなんとかなるから。うわ、さっきの回もっと打っとけよかった。大丈夫じゃねと思って若干手抜いてたな。ここオッケーオッケーオッケー、さすがにど真ん中飛んできたらね、こりゃ打ちますわ。よし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 、あれ足遅っ、足遅かった、ダメだった。ちょっと待って、もう一回な、もう一回、もう一回真ん中頼む、もう一回、もう一回真ん中、ここ、うわあ、タイミングずれてまだスローカーベッタ、もう一回真ん中、ここ、ああこれ切れますね、ファールですね。ちょっと待って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 、意外と天空苦手なんだよな、ね、ユキ、意外と苦手なんだよなお前。生放送とかでも結構負けること多いからな。ちょ落ち着け。これ大丈夫大丈夫大丈夫。フォアボールでミスターうんこでも構わない。ここよし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 、雨崎は足速い、もう怖いからやだ。もうさっきの二塁で刺されたトラウマがあるから一塁ストップでいいです。はい、でここでヒロハタちゃんですよ、ミスターうんこですよ。走んない走んない走んない、いや本当は若干盗塁しようと思ってたけど、しなくてよかったわって今思ったわ。ここで思いっきりプルヒッターかましてやりたい。ここ、あー切れた、くそー切れてしまった。でもいいよいいよいいよ、さすがだねミスターうんこ。あやべ、あでも抜ける。オッケー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 、くっそ、さっきのもうちょい入ってたらな。でここで杉田、開拓のエースと呼ばれてる男ですね。彼がね、開拓高校最強って呼ばれてないですね。はい、彼はねエラーの大王と呼ばれてる男ですね。ここでもね、アルバムだと最も頼れる守備だった男はみたいな感じで書かれてるんですよ。謎ですよね本当に、エラーついてるのに。これで満塁になったんで、大森さんでなんとか終わらせたい。おえちょっと待って、俺なんで天空でこんなに手こずってんの。雨崎、もうちょっとコントロールしっかりしてくれ。え、こんなに手こずることある？え、これが初期値オーカルートの罠？え、
今回コングロ戦までやろうと思ってたけど、これ海底戦までかな。こんなことある？バカ。ナイス、拾った。オッケー。ちょっと待って。これ思ったよりも大岡初期値難しいかもしんない。イタチ人形とかも関係あんのかな。人工精霊ぶっ壊されたしな。これ789だから、ちょっと今回は打ちたい。今回はしっかりとルイにみんな出してあげたいですね。ちょっと落ち着け。 OKOKOK。 まずは確実に出ていく。これでもう一回野本さんも打ってくれたらいいんですけど、これはダメダメ、ボール。さすがに見てるっす。これはストライクだけど低めは苦手なんで、これはスルーでいいでしょう。ここはボールですね。よく見て。向こうもでも結構疲れてきてんな。ボールが多くなってきたんで、ワンチャンフォアボールで安全に。オッケー。助かる。そうしたらここ振ってくべきか、バントでいくか。オッケー、ここでバント。エラー。杉田じゃん。ちょっと待って、杉田じゃんあいつ。マジか。オッケー。これで決めちゃおう。なんで、抜けた。オッケー。よし。俺なんでこんな天空戦でこんなに全力で頑張らなあかんの。なんで天空戦で11回まで試合してんの。コングロ勝てんのかこれ、本当に。よし。無理。ストップ。6-4、ちょっと怖いから、ひとまず広畑ぐらいまではちゃんと打ちたい。怖っ。ここ、あー、早いですね。ファールですね。落ち着け。てか、鳥丸って言われると、パープルアプリの方思い出しちゃうな。まあね、天空高校なんで、敵の名前、鳥とか、まあ、空系がつくやつが結構多いんですよね。オッケー、これで3点差。じゃあ、広畑打ったら、あとはもうバントで終わらせちゃいましょうかね。ここ！あ、やべ。まあいいや、じゃあ、広畑終わったんで、これでトリプルプレイ食らって終わりにします。よし。これで、あとは抑えきれば勝てるんで、雨崎くんになんとか。オッケー。手出してくれた。これでまずワンアウト。いやー、マジ、ファーストが過ぎた人のビビった。こっちじゃなくてよかった。こっちだったら泣いてるもん。しかもファースト勇気でしょ。勇気って言われてるとこです。廊下に立っとれって言われて。これであと1球なんで、ここはストレートで。よし。いや、マジでコントロールがばいな、雨だっけ。コントロールいくつなんだこれ。ちょっと待って。あ、でもスタミナないからっていうのがあるのかも。スタミナ切れてるのに投げさせられてるからしんどくなってんのか。ちょっと早めにモジャ入れてあげたいな、そうなったらなおさら。海底戦終わったら速攻モジャのとこ行っちゃいましょうか。これで、あと1個を外していく。まあね、外すのも調整として必要は必要なんで。あ、いやー、オッケー。あれ、勇気がいない。え、勇気どこにいんだ。あいつファーストだよな、確か。まあいや、とりあえず勝ってた。初級丸もありがたい。この特殊能力系はね、ありがたいですよね、やっぱり。能力自体は上げられないんで、特殊能力で。あ、オッケー、海底来ましたね。さて。っていうかさ、怒ってジリジリってやって、歯食いしばって、歯を試合中にペッてやるって。歯取れるって相当痛くない？俺、歯医者さんとかめっちゃ嫌いだもん。これ見るたんび思うんだけど、痛くないのかなってすごい思うんですよね。食いしばって歯取れた人とか視聴者さんいます？超痛いんじゃないの？どうなの？体験した方がいたらぜひ教えてください。おい、確実にバント決めてくれな。お前ら強いんだからもっと余裕ぶっててくれ。1点勝ってんだし。そんな、お前今のバント効いてるじゃねえかよ。マジか、2点差になっちゃったよ。ちょっと待って、海底強いんだからさ、そんな、開拓ごときにそんな頑張んなくてもいいんすよ、海底さん。あなたたち強いんですから、本当に。ちょっと気使ってくださいよ。やばい。いや、なんで勇気サードにいんの、こいつ。いや、サードじゃないってポジション、お前。一応主人公だから変えたくはないんだけど、ポジションだけ変えておくか。え、なんでこいつサードにいんの？おかしくない？サードが確か、あ、吉田がサードか。ちょっとこれにしとこう。
いや、きついわ。勇気じゃなかったら飛びついてたんだけど。いや、勇気。勇気足引っ張ってんね。あいつキャプテンのはずなんだけど、足圧倒的に。あれ、彼、野球のエリートみたいなことオープニングで言ってなかったでしょっけ。はい、オッケー。そうしたら8回裏と9回裏でなんとか2点返していきたいですね。さて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 。で、隅原がね、強いんですよね、また彼女。高速スライダーとフォーク入ってて、で、重い球と持ち球っていう、どっちも僕苦手なんですよ。変化球狙いかな。いや、どっちも苦手だな、本当に。特に重い球は苦手だけど、持ち球とかもあると厄介ですよね。ここ事前に場所狙い、あー、取られたか。狙えないからさ、ちょっとミート打ちでいくか。でも、重い球あるから飛ばないよな、ミート打ち。飛ぶんかな。変化球投げてこないし、変化球狙いたかったのに。あー、ちょっと待って、高速スライダーかと思って。いやー、足食ったー。やばい。やばい。これ負けるかもしらん。いや、そんなわけにはいかん。勝つ気はないっす。え、あ、スローボールか。そう、落ち着け。ここ。よし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 、とりあえず一人出ましたが、それにしたってよ。それにしたって次勇気よ。いや、あ、え、飛ぶね。お前パワー G でしょ。飛ぶね、弾道さん。やるね。やりますね、勇気。あ、オッケーオッケー。ちょっとチャンス見えたよ。この回1点欲しいな。軽いなんとか1点取ってくれるといいんですけど。軽いでも左も苦手だし、チャンスも苦手なんだよな、こいつ。超状況にあってね。やべ、軽いよ、お前。せっかくキャプテンが作ったチャンスなのに、マジか。マジか、9回裏だな。まあでも1番までは行ったから次2番からでしょ。雨崎と広畑がいるっていうのを考えてなんとかしてほしい。杉田、雨崎、広畑か。なんとかちょっと3点取りたいな。いや、取りたいな。ちょっと杉田と雨崎で塁に出て広畑ホームランで逆転サヨナラとか決め込みたいですけど、どうなんすかね。あ、鮫島さんね。鮫島さんっていうと僕 GTO を思い出すんですよね。湘南純愛組とか。杉田、これは届かない。これは無理しなくていい。怪我が怖いからね。まあ東先輩みたいになっちゃうから。落ち着いてあと一人を確実に仕留めていきたい。鈴木はね、旬の時期は美味しいんでね、お刺身とかでいただきたいですよね。これで、おう、入らない。せっかく人がお寿司の話しようと思ったのに、お魚好きなのに。オッケー、これで勇気で確実に終わらせていく。さあ、ここですね。あれ、野本じゃん。あれ、杉田は5番とかになってるの。ここ、あ、うわ、ちょっと待って、イルカに取られた。マジか、今の取られたか。これはきつい。これはボール、大丈夫。オッケー、しっかり見れてはいる。ここ、オッケー。飛ぶはパワーさえあれば。で、多分これは二塁大丈夫っしょ。よし。で、ここで、ね、広畑でホームランをバチコリ決めていきたいところですが、これダメ。こういうの手出しちゃダメ。落ち着け。これもダメ。しっかり見てこう。ここ来た。さすがですね、うちのヒーロー。いや、マジさすがだね、広畑。140メートルやるね、お前。本当に。いや、仲間にしてパワーアップしといてよかった。でもね、あと1点。あ、でもピッチャー交代。これは助かる。交代しちゃえば、まあ、正味こっちのもんみたいなところになってほしい説はある。重い球と持ち球が消えるから、まあ、そう考えれば、うわー、同じところ。ダメだ、これ。ダメだ、ミートして行こう。ダメだ、飛びすぎる。嫌なとこ飛ぶ。あ、やべ。ちょっと慌ててますね。スローボールか。いや、でもよかった。これでなんとか負けは回避できたかな。よし。綺麗に返していく。これで、こいつ杉田じゃないんだよね。あ、古川さんか。走力ないから、さすがに盗塁は厳しいな。あ、なんでお前戻った。びっくりした。な、お、ま、ちょっと待って。操作ミスった。
ギリギリでおっしゃって、もうやもうやだ、もう操作ミスった、わーちょっと勘弁してくれよ、こっちただでさえ慌ててんだからさ。いや今あの単純に俺のミスです。2塁に到着する前に A ボタンを押しちゃって戻り始めたからやべと思って X ボタンを押してさらに先に進み始めて、それに気づかず A ボタンを押した頃にはもう遅かったっていう、最悪ですね、最悪ですね。まあ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 、でもねこの10回裏で勝てばちょっとセーフということにしていただけると。足遅えな古川、いやマジか、そんな遅いことある、いやマジか、いやチーム能力低いな、やっぱりチームワークが、仲間評価が低いっすからね、しょうがないっちゃしょうがないです。あ、目先ナイス、すげえな反応、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱきついな。ここで大森さんはミート打ちで、勇気は強死んでいくか。オッケー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 、でも打ててはいる、さすがもじゃじゃなくなってかなり打ちやすくはなったっすね。じゃあここで勇気強振で、お入ったか、スライダーか、カーブかと思った、ここ、え勇気強くね、なんか銃の縛りの時のみたいな勇気してない、え勇気強くない、普通にこいつ弾道の効果か、愛の結晶か、これがそういうこと、ありえる、ちょっと待って、ちょっと待って、警戒してんな、めっちゃ警戒されてんな、え、めっちゃ警戒されてんな、別に誰もスクイーズしねえよ、そんな高等技術できないわ俺には、普通に打つわ。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、やっと終わった、いや大変だった、いやこの2試合大変だった、次コングロ戦大丈夫かな、とりあえずこの後速攻モジャとナンモジャをナンパしに行きましょうか。はい、じゃあ OK、 今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。かなり怖い試合になってしまったんで、ここからもかなり試合は心配なんですけど、負けたら終わりなんでなんとか勝っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあね。